はい、それではパート3です。はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。前回、まあいろいろありまして、なんか道ができてしまったんですが、これが正解っぽい音はしたよね。音がチャリンって音がしてたんで、その前にじゃあ、あの最初に行った地下室一回見てみる。あ、シフト押しながらで出してる。そういうこと？そういうこと？ここがあの正面なんじゃない？あのモニュメントのモデルのまっすぐ行く道がここなんでしょう。だからこれまっすぐ行くと書斎だよね。ああ、なるほど。書斎っていうか、あのライブラリー。ああ、じゃあそもそもこれが正解なのか。うん、正解。他の部屋が行けなくなってるのか。アンオールドフォトグラフ、デイデッド。後ろは？いやー、ほんとね、これ前、あの、今回またあのパート1でやった工場長が、あのプレイに戻ってきたんですけれども、はい、やっぱあれだね、あのプレイする側になると途端にこう恐怖心が増すという、ね、緊張度全然違うんだよ。これ開かないんだよ。ああ、やっぱそうなんだ。だね、他のとこ行けねえんだ。いやってことはあれだよ、今までの場所を全てクリアしていかなければならないっていうこの緊張度。ああ、嫌だ。最後にあれか、ボスラッシュみたいなさ。で、少しでね、一つすごく気になってるのがね、このこれなのよ。このエリーの破片、形見忘れ形見、これがね、未だに置いてあるってことはちょっと意味があるんじゃないかと思ってね。